職業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日は元イコールラブの斉藤渚ちゃんがなんとこの度狼ちゃんには騙されないに出演することが決定しました。ということで本日はそちらについてお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心とした音語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。はい、ということで早速ですが本日はですね、なんと斉藤渚ちゃんが女優デビューをして、先日タウンワークの CM にもね出演が決定したんですけれども、なんと狼ちゃんシリーズへの出演が決定したということで、今日はそちらについてちょっといろいろお話ししていきたいなと思います。先に言っておきますが、本日はですね私の人格が2人現れますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらなと思います。ということで、まず斉藤渚ちゃんが出演するアベマ TV のオリジナル恋愛リアリティ番組、花束と狼ちゃんには騙されないということなんですけれども、こちらですね、いいでしょうか、私狼ガチ勢と呼んでも過言ではないぐらい、大学生の頃から狼くんシリーズの時からねリアタイレベルで全部追って見ていったっていう、実績が実はあります。あ、本当にどうでもいいと思うんですけど、ちょっと結構狼くん狼ちゃん見ていたよっていうことで、今回狼の番組を全然知らないよとか見たことないよっていう方に向けて、まずはどういう番組なのかっていうことをお話ししていきたいと思います。各種ニュースサイトでも取り上げられているように恋愛リアリティショーとなっております。で、具体的にはだいたい23、24歳ぐらいまでの男女で、まあ、合コンみたいな形でですね、同じぐらいの人数が揃って、その中で、まあ、基本的にはこう恋愛を繰り広げていただきながら、途中でね実は人狼的な側面を持っていて、一人絶対に恋愛をしない狼ちゃん、もしくは狼くんが潜んでいることが、この番組の特徴となっております。で、もともとはね狼くんでやってたんですけど、最近は狼ちゃんバージョンなので、今回もその女性のメンバーの中の一人が、まあ、恋愛を全くしない狼っていう、担当が一人いるということで、もしかしたら、斉藤渚ちゃんが狼ちゃんの可能性もねあるっていうことで、まあその辺も気にしながら解説していきたいんですけれども、でもし本当に好きになった相手が狼だった場合、もうそこでおしまいなんですよ、ゲームオーバー。ただ相手が狼じゃなかった場合結ばれるみたいな、そういう感じのね番組になってるんですけれども、かつてはですねめるるだったりとか、中町兄弟の中町あやちゃんだったりとか、有名 TikToker のなえなのちゃんだったりとか、そういう本当に、なんて言うんでしょう、今をときめくティーンに人気な女の子たち、男の子たちが集まってて、結構シンガーソングライターの子とか、バンドの子とか、APEXのダンスボーカルユニット、フェイキーからは、タキちゃんとひなちゃんが出演した経験もあったりだとか、あとモデルのみちちゃんだったりとか、もう本当に結構本当になんかいろんなバラエティに富んだ方々が出演されるんです。なので、個人的に思うこととしては、うわ、この子も出るんや、すごいみたいな、結構大御所事務所から、ボーンって出るパターンと、全然聞いたことなかったけど、この子が作る曲めっちゃいいじゃんっていう感じの、本当に界隈がね、様々なんで、全く知らない人から、めっちゃ有名みたいな人まで出る、結構幅広い感じの恋愛リアリティショーにはなっております。ただ、まあ、言えることとしては、もう全くの素人は出ません。結構ね、恋愛リアリティショーって色々これまでも見てきた方だと思ってるんですけど、自分は。素人でも応募して、で、それをきっかけにめっちゃバズって有名人になるみたいなこともね、結構最近多いと思うんです。だけど、アベマ TV のこの、狼くん、狼ちゃんシリーズに関しては、そこそこの、まあ、事務所に所属しているだとか、そこそこの実績とか経歴がある人しか出れないっていう印象はあるので、おそらくちゃんと事務所に所属されてて、芸能活動を前提として、今回参加しているっていう方が多いと思います。なので、まあ、ちょっと恋愛リアリティショーを、グラフ化するとしたら、狼くん、狼ちゃんシリーズは、恋愛目的の子っていうよりは、芸能活動をこれから頑張りたいから、ティーンのこの人気をね、獲得したいみたいな、そういう目的がある方が多いんじゃないかなっていう風に、客観的に見ていると思います。っていうか、結論的にティーンの人気を得ることになるので、もちろんその時のこう動き方だったり、10代、20代の子たちをファンにつけるっていうのは、簡単そうですごく難しいことなので、まあ、些細な言動が炎上につながることもあると思うんですけど、ただ、まあ、逆に言うと、それに出演することによって、かなり多くの人に見られたり、逆に恋愛リアリティということなので一応、共感を得られたりとか、応援したいなっていう気持ちを煽るっていう側面もあります。で、私はなんでよく見てたかっていうと、
やっぱりなんて言うんだろうな、あの高校時代のドキドキみたいな。私高校時代はですね、結構大学受験の勉強に追いやられてて、夢があったりとか、あとは勉強がマジで愛人って感じだったんで、あんまり高校時代の青春青春みたいなのを体験していなかったので、ちょっとそれを疑似体験できちゃうなと思って、そして若者のトレンドがわかるなと思って、まあ、意図的に結構大学生の時に見始めたのがきっかけなんですけど、っていうぐらいマジで今の若い子たちの流行りだったり、その恋愛の傾向とかっていうのが割とわかるかなっていう意味ではリアルだなと思います。ただやっぱり恋愛リアリティショーの難しいところって、基本的に、まあ、台本ないですっていう風にはしてますけど、やっぱりね、芸能界を目指すみんななので、ある程度は脚本があったりとか、もちろん全然好きじゃない人に好きですとは言わないでしょうけど、なんかある程度の脚本はあると思うので、なんかそういうことも、まあ、大人なので、なんかあるんだろうな、ここはこう動くように指示されたんだろうなとかって、ちょっと意図的に見えちゃう部分もあるんですけど、まあその辺はですね、今回のシーズンがどうなるのかっていうのも楽しみですし、はい、っていう、すいません、狼ガチ勢のおたがたりは置いといて、今回斉藤なぎさちゃんが出演するということでですね、さしこちゃんはツイッターでその件についてちょっと親目線で応援したいので、ちょっと狼ちゃんを履修したいですっていう風に、なんか前向きな姿勢でねツイートされてたと思います。ただイコラブちゃんのメンバーはあんまりこのことには触れてないのかなっていう印象があります。ナータンは今でもツイッターでメンバーのツイートだったりとかを結構いいねしてたり、積極的に仲良くしている印象がねすごくあるんですけど、まあ、狼ちゃんの内容はやっぱりこういろんなことを考える人がいるっていうのもあるのかわかんないんですけど、まああんまりメンバーはそこに関してお話ししてない。正直言うとメンバーの年齢層がもうがっつり見たいようなドラマの内容なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今のところそういう発信はあんまり見えてない。恋愛リアリティショーというところですよね。だから本当に思うんだけど、恋愛リアリティショーっていう言葉をもうやめないって思います。めっちゃ恋愛リアリティショーでも、もしそこに脚本があるのならそれはリアルでも何でもないので、もう恋愛ドラマとかそういうカテゴライズにした方が、変に恋愛リアリティっていうとガチで恋愛しに行くのかなって思う人もね、もちろんいると思うんです。それこそ見てない人とかはだし、本当に恋しちゃう子もいるかもしれないじゃないですか。わかんない、してるよね、てかしてる風にしないといけないし、なんかしないといけないって言うとおかしいんですけど、まあ恋愛リアリティショーなんですよ。つまり今までの狼ちゃんシリーズに出演してきた子たちも、なんでしょう、なんか私が応援してた子とかで言うと、割と年齢がもう20代後半に差し掛かるぐらいの年齢で出演したりだとか、あとはまあ10代でもちょっとこうギャル雑誌とかポップティーンとかねに出演してるような、なんかむしろその恋愛をしてることがみんなへのこう本当親近感だったりとか、そういう売りになるような方々が結構出演されてたり、それこそシンガーソングライターとか、歌を歌うためにはやっぱり恋愛をした方がいいよっていうのはね、かの有名な EXILE の ATSUSHI さんが E-GIRLS にも言っていたことだったりもするので、そういうこう歌手活動に生かすとか、雑誌とかインスタグラムとかでそのライフスタイルを売りにしてるみたいな子たちが比較的多かったかなと思います。その中で二人目の人格のマユピ登場しちゃうんですけれども先日ね卒業したばっかりということで、特にこうナータンってどちらかというとみんなに結構愛を伝えてくれるタイプのアイドルだったので、なんかその時とのギャップに悩んじゃうみたいな方もいらっしゃるんじゃないかなっていうか、誰も悪くない、本当に誰も悪くないし、ナータンはもう夢に向かって突き進んでほしいし、頑張ってほしいし、もうそれで有名になるんだったらそれが一番だと思うし、もう自分で選んだ道だから本当にね突き進んでほしいなと思うし、このタイミングでのそのお仕事が決定してるってことは、もうイコラブに在籍してた時からお話は来てたと思うんですよ。だって2月でしょ、1月に卒業して2月にもうこの映像が出ちゃうってことは、きっとねもうちょっと前からオーディションだったりいろいろ話は進んでたと思うので、アイドルを辞めてからそちらのね恋愛リアリティショーに参加してるっていう誠意がもう本当に素晴らしいなと思うんですけれども、でもオタクの気持ちわかる、わかるよ、誰も悪くねえ、ナータも悪くない、事務所も悪くない、誰も悪くないんだけど、悪いのは自分なんだけど、わかる、まだ整理がついてないとか、そんな知らない男の人たちとなんか恋愛リアリティショーってね、それこそなんかリアルに見せることが売りっていうか、リアルかもしれないし、私は知りませんけど、ちょっとその制作に入ったことはないので、
だけど、まあ、一応ね、恋愛をする番組なので、それはね、普通の恋愛ドラマで役として何かをするということとはまた違うじゃないですか。だから、なかなか整理がつかない方がいるのはね、本当に私、まゆっぴチャンネルとしては、私もですね、もう本当にオタクをずっとやっておりますので、寄り添いたいなという気持ちでいっぱいでございます。よくあるじゃないですか、なんかロバに乗ってるおじいちゃんとおばあちゃん、なんかロバに乗っても叩かれる、ロバから降りても叩かれるみたいなね、よくある話。何を言っても叩かれるんで、ネットでは言えないと思います。だけど大丈夫。まゆびびチャンネルのコメント欄だったら何言ってもいいから私にぶつけてください。個人的には狼ガチ勢なんでめっちゃ楽しみだし、多分全部見る予定なんですけど、ただなんかそのオタクの心境を考えたら、間違いなくその複雑な気持ちになってる人が世界で一人だけとかではないと思うんですよね。だからそれは本当に誰も悪くないし、それをナータンにぶつけるのは絶対におかしいから、それはさ、オタク同士でさ、どうにか、こうにか乗り越えていこうっていうことで、今日はなんか寄り添いの動画ができたらいいなと思って動画を回しております。今ってすごい恋愛リアリティショーの過渡期だと思うんですよね。なんか、リアルでも良くない、リアルじゃなくても良くない。これがちょっと難しい問題だなとは思うんですけど、もう普通に私は美女を拝むために見たいと思いますので、ぜひですね、皆さんもね、コメントいただけたらなと思います。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆっぴでした。バイバーイ。